さあどこまでレベルアップできるかな。21、お、一瞬で上がるんだ。ギルドレベルが最大になったぞ。ほうほう。ちなみに今ね、1216。よしよしよし。ヘッドドレス、ビキニ、ほう、18000、20000。あ、ビビたるもんだな。でこれでちょっといないやつとかもいるな。とりあえずこの人、カーペットおばさん、カーペットおばさん、いや違うな、これはこの前会った人だ。これは株売れる人でしょ。しまったな、今いない人か。最大でなんやかんやしてくよっていう人はこの子だね。白のビキニのレシピ、ピンクの服のレシピ、オレンジミニハット、持ってるハット、ブルーピザハット、よし、口なしメガネ、ほう、よし、作りに行くぞ。白ビキニ、ビキニ、ピンク、覚えてる。もう持ってたか、なんか見覚えあるなと思ってたから。さあ手に入れたものをとりあえず、ほほほほほ、ふうふう、普通のビキニと、うんうん、色いいな、似合うんだよなこの色で。上着つけてもいい感じだし、エプロンを着て、あれ、それってひょっとしてマドレーヌ家のメイド見習いのエプロン。確かこの人をね、マドレーヌ家のコスチュームが好きで入りたいって言ってたもんな。はい、そうですけど、いいのいいの、私マドレーヌ家で働くのが夢なの。ねえ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 、そのエプロン譲ってくれない？私が持ってるメイド服と交換で。いいっすよ、やった、じゃあ脱いで脱いで。お、ここでよっしゃ。あれ、これメイド服じゃなくてレシピじゃん。まあまあ細かいことは気にしないの。言っとくけど、そのメイド服だってれっきとした貴族の屋敷のメイド服よ。私これでも以前は貴族街で働くメイドだったんだから。メイド、まあお皿何枚も割っちゃって追い出されちゃったんだけどね。何か近しいものを感じる。まったく小さな貴族はそういうところ心が狭くて嫌になっちゃうわよね。やったね、メイド。これかブルーオーシャンも必要なのか。危ない危ない。じゃあこれで何も着ていない普通のメイド服。頭何にしようかな。あれさっき手に入れたの何だっけな、オレンジミニハット。これはさっき手に入れたやつだっけかな、持ってたやつだっけかな。でもまだつけてないものとか、なんかつけ忘れてるような気がしないでもないけども、まあ、さっきやったオレンジミニハットでもちょっとつけてみるか。うんうん、まああの色違いはいっぱい持ってたからね、まあ、スタンダードでいい感じじゃないですか。ちょっと頭の色が似合わないなこれだと、ハットの色がね。で 98%、 ここはもしかしていったか、いったか、よーし。で道具も全部いったでしょ、明かり、見た目変更、帽子とか、おお、これやったんじゃないか。であと2つだったら、うわーまだある。でもこれさ 100% になったところでなんかあるわけじゃないんでしょ。であとさ実績系もさ、実績トロフィー、人助け系は OK、 記録系さ、日記、これはねセーブ回数でしょ、これは簡単に取れるけど、宝箱と魚取りがちょっと取れる気がしない、難しすぎて。ちょっとね、なんか攻略を見つけないとな。ただもうあと家具だけだから、家具は、じゃあ家具の2つはあの宝箱ゲーム、ミニゲームのとこだけども、あとなんだ、カーペットあたりのやつとか、まあ、とりあえず他の子にラブレターを渡しに行ってこよう。さよさん受け取ってください。あ、ラブレター、私たち女の子どうしよう。でもノエルの気持ちすごく嬉しいわ、これは大切にもらっておくわね。やったぜ。そうだ、これは私からのお返しを受け取って、ハートの塊、それが私の気持ちを大切に使ってね。あれ、
ラブレター朗読会ないの？フェルチも多分同じぐらい行ってるからいけるはず。ラブレター？うん、ミエたち、女の子、どうしなんだにゃ。うん、ついうっかり忘れてたんだにゃ。うん、燃えるお姉さんの気持ち、すっごく嬉しいな。これは大切にもらっておくにゃ。そうだ、これはミンからのお返し、受け取るのにゃ。それがミンの気持ちだよ、大切に売り払ってね。なんか今日のニャンチョいまいちだな。ちょっと練習する。おお、メインは、あ、大丈夫だな割と大丈夫だなよーし、シャロン様。いや、ラブレター、メインが女の、あ、違った寝子違いだったわ。やった、勘違いしてるわけじゃないならいいんだ、受け取ってあげるよ。やったぜ。そうだ、これは僕からのお返しだ、受け取ってくれ。みんなハートの塊。それが僕の気持ちだ、大切に使ってくれよ。やったぜ嫌われたかな。突きつける。ラブレター、これって異性に送るものじゃないあるか。まあ、細かいことはこの際どうでもいいある、これは大切にもらっておくね細けいことはいいんだよ。そうだ、これは私からのお返しある、受け取るね。みんなハート持ってやがる。それが何を意味するかて、ノエルも細かいことは気にしないね。プレゼント、いけるかな。ラブレター、あなたこれマジ。ま、別に受け取ってあげないこともないけど、あ、私も嬉しくないわけじゃないし、そうだ、代わりにこれあげる、ありがたく受け取りなさい。汗、動揺しとるな。勘違いしないでよねそのハートに深い意味はないんだから。つまり浅い意味で普通に愛してるってことか。ヒュー、よーし、お姉さんで最後だ。もう忘れてるやついないよなラブレター、大胆なアプローチだね。でもノエルちゃんの気持ちすごく嬉しい、これは大切にもらっておくね。そうだ、これは私からのお返しだよ、受け取って。やった、コンプリートか、これでハートの器、ハートの器じゃねえやそれじゃあ HP のライフゲージが上がっちゃう。それが私の気持ちだよ、大切に使ってねーと。さて、これでライフじゃないまたゼルダ脳になってる。どこだ、ハートの塊、ハートの塊全部集まったよね。これで7個集まったから、好感度一覧、うん、7つ集まったからさ、これでなんかね、竜とか出てきて願い叶えてくれるとか、そういうんじゃないの。困ったらシェスカに聞く。あれ、特になんもないぞ。素材としてというかさ、あの謎のアイテムも結構あんだよね。汚れた水とか結局使わなかったし、ただのコレクションアイテムかな。これ獣の牙、ね、天然水晶、なんか使った記憶があまりないな。使ってたかな何かを作るために。となると、もうこれで終わりか。アイテム図鑑、これでもう終わりだし、ノエルの一言を見たところで、なさそうだな。ハートの塊ってこっちだっけか。テロ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 と見ていくと、素材に使えないかなとは言うけどさ、何を作るためなんだ。おはようございます。おはようございます。ノエルさん、スタジオ入りました。それじゃあクロノブラン最終回収録入ります。エンドトークいきます。じゃあスタッフさん、まず音楽。はい、ということで皆さん、クロノブラン魔女と使いの懐中神話実況プレイ、ここまで見ていただき本当にありがとうございました。思っていたよりというか、思っていた通り、なかなか長いゲームになりましたな。ナノエル、間違えた、シェスカだ、ごめん。最後まで名前を間違えると、途中何回か間違えたからな。なんかね、ノエルよりシェスカって言葉を言いたくなっちゃうんだよな、なぜか。カチカチカチなんでだろうな。まあまあまあ、ちょっとお茶でも飲みながら
語りましょうか。やっぱね、着替え要素がすごく良かったな。いろんな服を着れるっていう、まあ、今適当な感じになってますけども、そうだそうだ、なんかね、自分のコーディネート、このコーディネートでが好きです、お気に入りですってやって、ハッシュタグ黒ブラ、アルファベットの黒ブラでツイートすると、なんか作者さんに届くだか届くなんか見てもらえるだかで、なんだろう、まあみんなのコーディネートを楽しみましょうみたいな、そういうのもあるらしいですね。特になんかグランプリで商品がどうこうではないと思うけども、あとはあれじゃない、そう、ハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグあるんで、こういう服装があったらいいなとかさ、絵が描ける人はちょっと妄想で描いてみたりとかね。俺だったらそうだな、どんな服がいいかな。まあ学生服系はさあ、ちょっと現代っぽい服はもうちょい欲しかったかなっていう。学生服、これすごい現代っぽくていいね。なんだろう、現代っぽい、まあ現代っぽいさ、シャツとかもあるけども、あとなんか世紀末な衣装とか欲しくない？で、頭はモヒカンでヒャッハーができるとか、なんかヒャッハーのフェイスプリントとかもありそうだしなちょっと怖いな世紀末衣装、それはそれでありかな。あとはなんだろう、あんまりエロすぎても良くないと思うからね、ちょっと倫理上、あ、倫理っつってもどっかの中国人じゃないですよ、中国人じゃないか、新宮人か、なんだろう、なんか SM チックな服とか思いつく人はいるだろうけども、俺はそっちの系はないからな。あ、でもコスチューム系、職業コスチューム系はいいかも。例えば府警さんとかナースとか、あとはなんだろう、まあよくあるんだとバドガール、レースクイーンとかかな。まあ制服の夏服バージョンとかそういうのでもいいし、まあそう考えていくとキリがないんだけどね。バニー系とかね、一応職業系っちゃあるから、サンタ服、ゴスロリを抑えてあるのは良かったな。あとは、あ、そうだ、他のキャラの服が着たいってのあったな。一応ね、この模したそのキャラのイメージの頭装備とかはあったりしたけど、そうそう、他のキャラ多分使い回しっていうとすごい失礼だけど、それでその立ち絵ので、あ、でも手の位置とかが違うからちょっとめんどくさいのかな。まあそういう風にできたりとかはありそうだね。で、この動いてるキャラの方、これもいちいち変わるってのがね、ほんとすごいなと思って、こうね、作り込みがすごくいいです。ちなみに最適装備やるとどうなんだ、幽霊のローブ、アレシナのリボン多分あれだね、装備がちょうどいい感じの、そのステータスの重視で多分なるんだろうな。まあでもやっぱり最終的にはこれに落ち着こうか。うん、脱がせるっていうのが、脱がせることができるっていうのがね、素晴らしかったな。あとはなんかランジェリーチックなので、もっとは、あ、いやいやいや、エロ系はダメとさっき自分で言ったばかりなのに。うん、まあいいんじゃないですかね。他の、そうだ、シェスカーとノエルは見れたけども、他のキャラとお風呂に入りたかったね。シェスカーがさ、一緒に入ってくれたからね、まさか次もあるかなと思ったんだけども、なかったんだよな。バージョンアップを期待してようか。あ、ただ前作、正確には前々作なのかな、路地裏喫茶店の方だと、もっと脱衣があるっていう噂だけど、多分お風呂イベントとかあるのかな。そっちはね、ちょっと実況ではやらないと思うんで、他にやろうと思ってるのが結構あるんで、まあ一応頭の中で候補に入れとこうか、それともまあ個人で楽しもうかなってあたりでご勘弁ください。で、図鑑 100% まで行ってないけども、おそらくはイベントとかないよね。あったら後でこっそりやろうか。そして俺の手に入れてないものはどうやったら手に入るのかが未だ分かってない。あ、違う違う違う、2つは家具の2つは宝箱のところだけど、ここの3つだよな。あ、これもある。もうちょいなんだけども、なかなか難しいですけども、まああえてこれぐらいに留めておいて、あえてこれぐらいに留めておいてあとはよかったらみんなでやってくださいみたいなことにしておこうかな。なんだろう、いろいろ話したいことはたくさんあったはずなんだけどな。最終回ではこれを話そうとか、しかしなんだろう、ああ終わったっていう気持ちがいっぱいで、終わってはいないけど終わったって気持ちがいっぱいで、ちょっとできたか、ああ失敗した、ね、ちょっと余計なことやるよ、あれできなくなってる、よしできた
できた、これがやりたかったわけ。入っちゃったっていう、それだけです。あ、何を落としたかさらに忘れた。あとあれだな、なんかね、妙にこの作品、まあ、なんだろう、アトリエシリーズみたいに収集して作ってどうのこうのっていうね、この要素が楽しいっていうのもあるんだけど、やっぱキャラクターかな、妙に思い入れがあるというか。そうだな、なんかここまでキャラクターのことを気に入ることができたというか、まあいろんなゲームでもキャラクター好きっちゃ好きだけども、ふとねレコーズを思い出したんだよな。あれもなんかね、キャラクターにすごい魅力があって思い入れというか入り込んじゃうっていうか。でこっちもね、なんだろう、基本的にコメディチックなところが多くはあるんだけども、でもしっかりとね中身もあるし、キャラがちゃんと、そう、キャラクター性がしっかりしてて楽しいすごいコナミ感なセリフが出ちゃった。よかったなっていう、まあそんな感じですかね。ちょっとエンドトークあと80分ぐらいやりたいんですけども、動画の尺がひどくなっちゃうんで、とりあえずここら辺で終わりにしておきます。ということで改めまして、黒のブラン実況プレイ、ここでおしまい。ご視聴ありがとうございました。どんどこどんだよ。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.